とおしゃれじゃないこと。楽しい。違うよ違うよ。下北沢にやってきました。初めて来た。初めてね。いっぱい人いるね。うん、一番街。いきなり来たよ。楽しい。ねえ、もう楽しい。うわー、美味しそうだ。違うよ違うよ違うよ。じゃあこっちにしましょう。ないような気がする。違う違う。え、なんかここめっちゃ可愛くないか。え、隠れ家的な。何かわからんが可愛いな。壁可愛いな。写真撮る。このさ、笑顔映らないの見たことある。あ、これ有名なやつやん。なんかの映画のやつ。かわいい風。それな。東京ヴィンテージ。クローズとか。かわいい。あ、かわいい。気になりますね。ニューヨーク城。エクスチェンジ。すげえ。なんかガチャガチャがいっぱいあるところ。あ、ビルバンじゃん。あ、これビルバンなん。うん。でかっ。いいね。ジュアル。変なワニ。パックマン。あ、これムーちゃんが使ってるさ、うん、スタンプじゃない？使ってたっけ？え、違う。ハーミットかわいいな。ゲンさんと一緒。あ、そう、プレイステーションのさ、ずっと悩んで、めっちゃ悩んで買うのやめたんですよね。マジのやつも可愛い。あ、確かに可愛い。可愛い。え、でかっ。おー、メッソン。メッソン。可愛い。等身大って感じ。等身大？こんなでかいメッソンって。このぐらいでかくない？マジで？それ乗り物で。でもほんまにこのぐらいじゃない？こんなやろ。マジで？かわいい。サンリオに目がない。マイマイ。見つけてしまった仮面ライダー。エグゼイがいます。エグゼイ。人気やからかな。なんか楽しげな場所見つけた。これすごいよ。なんかバザーっていうのかな。めっちゃおしゃれじゃないここ。楽しい。下北線路街やって。
は何？なんかキティちゃん風。キティじゃないかな。キティちゃんね、でも綺麗な子だ。あ、そういうこと。へえ。可愛いと思って言ってたら大体気がする。なんか変えてくれるかもあるけど。下北沢にやってきたということで、うん、まあ、もうすぐねバレンタインも近いので、うん、プチプラのバレンタインコーディネートをやっていきたいと思います。5000円以内で、うん、バレンタインっぽいコーディネート、うん、バレンタインにぴったりなコーディネートしていきたいと思います。うん、オープンって書いてる。新しいんかな。かわいい。なんかかわいらしい。めっちゃ安くない？行ってみよう。2階？めっちゃいいやん。かわいい。ということで完成しました。わあ。はい、こちらはですね、まずこのワンピースとシャツが別々になってるんですけど、うん、このワンピースはビームスボーイのワンピースなんですけど、なんと500円でした。わあ。はい、でバレンタインっていうことでやっぱり赤とかピンクとかそういう、うんうん、そのちょっと愛を意識したような感じの色入れたくて、うん、赤を選びました。で、女の子らしいのでチェック。で、ちょっと私普段こういうね、服は着ないんですけど、バレンタインということで思い切って着てみました。うん、そして、この中のブラウスは、このここがフリルになっていて、うんうん、女の子らしさのあるものにしてみました。うん、はい、この重ね着。まあ、可愛いんですけど、このワンピースじゃなくても、うん、なんかまた違ったスカートとかも。しました。はい、そしてこれだけではなく、おじゃらーん、じゃらーん、チョコレートの指輪、指輪、はい、もうバレンタインということで、まあ、ちょっとネタっぽいんですけど、バナナもつけてみました。うん、はい、ということで私はこんなちょっとガーリーな感じでバレンタイン過ごしたいと思います。あー、でこちらは、総額、まあ、税込みで、まあ、2800円ぐらいです。うん、やっぱりこのワンピースが、うん、500円っていうのがめちゃめちゃ安かったですね。そうですね。中のブラウスは2900円ぐらいで、うん、これが、150円ぐらいでした。うん、はい、こんな感じで。シルバニア、小さい時シルバニアさくら買ってもらわれへんかった人、リカちゃんあるから十分でしょっていう。でも今思ったらまあ確かにいらんかったかもって思う。てかリカちゃんとバービー混合で遊んでた。そう、すごいなんか国際的やろ。鬼滅ないん？鬼滅は絶対あると思う。マイマイは？マイマイ。評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。私たちの日常的な動画はサブチャンネルをチェック。Twitter や Instagram、そしてくるめチャンネルも見て。